はようございます。おはようございます。まあ多分あれにあれに準じているような準じてないような準じているような準じてないようなんですよね。あ、で結構手数を増やしてもらってます、うん、疾走感が出るようにっていうイメージだけ伝えてやってもらってます。で一個途中気になったのが、うん、キメの部分、新しいドラムが金物が入ってなかったので金物鳴ってたらいいのかなって思いました。まあバッテリー的な、バッテリーでも、でもバッテリーじゃなくてなんかあの生ドラムのシミュレートみたいなやつ、まあ、BFD みたいなのとかでも、BFD はまあ割と今っぽいっすね。重いけどね。でもやっぱりドラマーにやってもらってよかったなと僕は思いましたね、うん、あ結構トータイズしてないんだね。それがいいね。あそうっすね。でも結構してないっすね。ドラマーのさ、そのやっぱりちょっとその要はこっちが意図的にずらすんじゃなくてさ、ドラマがやってるものはいいよね。なんちゅうかね、まあサウンド感はもうここはもうだいぶもうお互いのすり合わせができてると思うんで。じゃあ最近のメタリカみたいなシャリシャリした感じで出たシャリシャリ系、コード感がなくてシャリシャリで。じゃあもう一回聞いてみましょう。 ありがとうございます。最後の聞いてみましょう。もう一回その感じで音程もうちょっと意識してます。はい、一回聞いてみます。じゃあサビ頭からで、じゃあ回します。行ってくれ。はい、で行きます。はい、今の良かったんだけど出だしの音程だけ意識して。はい、じゃあ最後のサビ行くんで、最後のサビの頭から出すので自分の歌うところ来たら1サビから出しますね。あ、めちゃくちゃ良かったと思います。もう一テイクぐらい、うん、じゃあこのままもう一テイクお願いします。一回聞いてみましょう。 A メロのとソロのパートを全部取っていきましょう。うん、良くなったんだけどもう一回やりたいかな。これ良かったんでこれ残しておきます。で次は 2A いきましょうか、うん、これでいいと思います。一回聞いてみます、うん。はい、これで OK です。分かんないところって現状で何かあります？あ、ね、これ1番目のサビと2番目のサビで伸ばす長さが違うんだけど、一番最初のサビは、そこまで伸ばさない。そしたらこのセクション OK なので2回目のサビいきます。で2回目のサビも歌うところとふわりは今とほぼ一緒なので、今3サビの頭は1サビのコピペで入れます。先に3サビ取っちゃいましょうか。3サビ、はい、じゃあ、入るちょっと前から回し出しますんでお願いします。次のソロパートが、うん、ここはこれで大丈夫で、じゃあこのトラック生かしでお願いします。次が2番目のサビいきます。うん、今ので良かったと思います。そしたら1回これプレイバックで聞いてみますね。今の残しでもう1回撮ってみましょう。次に今歌ってもらったやつと全く一緒でこれで OK です。じゃあこれで全部撮れたので大丈夫です。お疲れ様でした。今日は12時半くらいに入って今11時半なので結構な長時間、11時間くらいレコーディングしてましたね。とりあえずラフミックスまでは終わったということでお疲れ様でした。